ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で今回ご紹介させていただくお車が2016年式アベンタドール SV、 こちらをご紹介させていただきます。はい、やってまいりました。やってまいりましたね。ーー、はい、すごいですね。はい、しかもこの分かりやすいスーパーカー、はいはい、もう絵に描いたような。そうですね。はいはい、そして今回ご紹介させていただくのがこの SV っていうことで、うん、そうです。はい、いわゆる役付きの、はいはい、です。アベンタドールのさらにすごいやつです、ね。はい、すごいやつです。はいはい、で SV っていうのはスーパーベローチェですよね。はい、略称で SV ですね。あの日本語に直訳すると超速いですよね。うん、そうです。はいはい、でアベンタドールってなんか LP なんとかって結構、そうです。ですよね。はいはい、馬力によって、はい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 、700だったりとか、そうですね、750だったり、はいはい、で ベースというかこの車的には LP750 っていう、750になりますね。750ですね。はい。はい、でその LP っていうのは、うん、藤川さん聞いていいですか？ダメですよで僕、はい、今回それはちょっと勉強してみました。本当ですか？はい、はい、ちゃんと LP っていうのはですね、うん、ロンギチューディナルポステリオーレっていう、うん、はい、後方縦置きのなんか頭文字というか、あ、そうなんですか、意味らしいですよ。後方縦置きの車で750馬力っていうこう、うん、こうなんていうんですか、分かりやすい、分かりやすいですね。はい、スーパーカーって結構そういう分かりやすいネーミング多いですよね。うん、確かに、はい、っていう車みたいです。はい、はい、そしてどっから行きましょうか今回。どっから行きますか。ボディカラーから行きますか。ボディカラー、そうですね、はい、もう、はい、光り輝いてますが、このスーパーカーぐらいしか似合わないであろうっていうこの、はい、グリーンパールの、そうですね、めちゃくちゃ細かい、なんかすごい綺麗な色なんですよ。はい、すごいですよね。うん、なんか光が当たるとちょっと黄色っぽくも見えたりとか、はいはい、日陰はちょっとこう、そうですね、はい、ちょっとグリーンの濃いめの色に見えたりとか、はい、こんなボディカラーで、うん、はい、そして前回りから行くと、はい、SV っていうことで、うんうん、普通のモデルよりなんかこうちょっと特徴的なバンパーに、はい、そうですね、なってますね。はいはい、ところどこエッジが効いたような、もともとエッジ効いてますけどねそうですね、もうカクカクっていう、そう、さらにエッジが効いてるという、この辺の尖り方も、はい、なんか下側のバンパーなんかも、そうです、 SV 独特な、はいはい、あの専用のものになってますね。独特な形状になってます。はい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 、そしてこのナンバーのこの取って付けた感、うん、素晴らしいですね、はい、これが、まあ、日本を走る上でしょうがないんですけど、そうなんですよ、はい、やっぱりこう似合わなければ似合わないほどなんかこうスペシャルな車だなって僕的には思っちゃうんです、ね、はい、特別感がありますね。そうですね、はい、いや本当 すごい造形してますよね、うん、アベンタドール。ノーマルもまあまあすごい造形じゃないですか。いや、すごいと思いますよ、はい、ノーマルでも。ノーマルというか普通のモデルも。そうですね。SV だとさらになんかこう、うん、エッジが効いてるデザインになってると。はい、うん、そしてそれが全部やっぱりつながってるんですね、ボンネットとか。そうなんですよ。ボディのラインに。そうですね。はい、いや、なんかあの、はい、なぜか僕ここすごい好きなんですよ。これが。このエンブレムが。エンブレムか、はい。変わらないですよね。そう。はい、で、なんかこう。低いじゃないですか、エンブレムの位置、ボディの位置より。確かに、フェラーリとかだとこう出っ張ってますよね、フェンダーとかも。ほう、だからあえてうちなんかだとこう引っ込める加工をしてたりとか、あの辛い位置にしてね、そうなんですよね。アベンタドールはちゃんと、アベンタドールっていうかランボルギーニはちゃんと最初から引っ込んでる。そう、引っ込んでますね、うん、で変わんないの僕結構意外なんですけど、結構最近みんななんかこう変えていくじゃないですか、ね、あ、そうですね、うん、ランボってなんか全然変わんないですね。基本的にスーパーカーの類って変わらないんですかね。フェラーリも変わってないんじゃないですか。ああ、確かにそう言われるとそうかもしれないですね。ずっとそのままですよね。特に今ちょうどそのなんか変わる時期でもありますよね、うん、ありますね、はい、あの色々こう、 BM 系がこう変わって、そうです、そうです、はい、うん、なんで、まあ、色々こうデザイン的に、まあ、BM なんかこの間ツッチーとも話しましたけど、はい、基本的なね、はい、部分はあのそのままで、はいはい、ちょっと色抜きが変わったりとかってありますよね、はいはい、まあ、ランボはずっと変わらず、はい、変わらずなんです、はい。そして横に回っていくと、もう低すぎます、うん、そうですね、はい、前後これちょっと後で入れておきましょう、はい、前後がとてつもない低さです。そうですね、はい、ちょっと洗車しやすいのかしにくいのか、うん、はい、微妙なところですけどね、はいはい、そしてタイホイールなんかはもうさすがですね、うん、はい、一応オプション設定にはなってます、はい、カラーはグロスブラック、はいはい、のセンターロックですね。めちゃくちゃかっこいいですね、ホイールも。かっこいいですね。そしてもうブレーキもえらいことになってますねこのカーボンセラミックはもう標準ですよね。標準です、はい、はい、キャリパーもとてつもなく大きく、大きいですね。そしてもう20インチでこのパンパンということはもう20インチ以下は履けないわけですよね。そうです。うん、ただちょっとデズラはやっぱり、はい、ボンドスタイル的にいくとちょっと、うん、もうちょいこう、はい、ね、攻めたい感じ、もうちょっと出したいですね。そうですね、ただやっぱりセンターロックで、はい、これセンターロックは SV からですよね。そうです。ですよね。はい。普通のだと5ケツのやつですね。
そうです、はい、あとは、はい、確かアベンタドール S がオプションであったんじゃないかなと思います。ごめんなさい、ちょっと、はいはい、調べてないんで分かんないですけど、もう本当にレーシングカーですね。レーシングカーです、はいはい、もう大体普通のところじゃセンターロックも外せないだろうっていう。本当そうですよね、はい、簡単にはいかないですから。ロックとあとめちゃくちゃ長いあのそうあれですよね、専用のトルクレンチと、はい、がないとできない、ね、ないで、そうなんですよ、うん、いやすごいです。そして当然足回りなんかは当然あれですよね、うん、最初から車高調みたいな、車高調です、はいはい、まあ、ある程度は調整ができる。そうです、はい、うん、そしてこっち回っていくと、もうこの辺の造形もちょっと意味が分かりませんこのドアからこのダクトにつながっていく、はい、この感じ、はい、そして、まあ、この辺も全部ドライカーボンなんですかね。そうですね、はい、でサイドスカートもサイドスカートと言うべきか、もうボディの一部と言うべきか、うん、はい、もうボディの一部ですよねこれは明らかに、はい、そんなデザインで、はい、ここに SV のステッカーと、はい、LP750、うん、はい、エンブレムが入って、はいはい、もう窓からこのこっちのダクトに、こっちはあれですかね、エンジンルームに直接入っててんですか。そうですね、こっちはね、はい、で、はい、こっちがラジエーターかなんか、ね、ラジエーターです、はい、はい、コアの冷却してます。もうよくこのデザインをデザインしたなっていう、うん、はい、造形を。でもなんとなくやっぱりこうずっと、はい、伝統的なデザインなんで、今更言うまでもなく、はい、カウンタックから始まり、はい、ブレないですよね。ブレないもう全部こう直線でこう、そうです、はい、あと、もう当然僕ら世代ってやっぱりここの造形ですから、ね、この造形もなんかその伝統的なあれなんですか。そうです、そうです。え、そうなんですか、はい、カウンタックあたりから。そうです、もうずっと。へ、はい、じゃあその辺がだんだんこう進化しつつも。そうです、進化しつつも変わらず残っていく、うん、そうですね、部分なんですね、うん。そしてリアはさらにフロントより大きい、はい、なんと21インチが。そうなんですよ、はい、そしてタイヤサイズはもう355っていう、もうスーパーカーのお手本みたいなサイズがついてますけど、はい、でもあの355じゃないですか、はい、でちょっと前とかだと、はい、305とか315っていうなんとなくの勝手な認識ありましたけど、355って音すごいですよね僕つい先日そのボンドボディで355のタイヤ置いたの見たんですけど、うん、もう筒ですよ。そうだよもう自立するってい う, こうタイヤがボンと置いて、はい、もうすごい、とてつもないサイズの、はい、でもそれが若干控えめで入ってるのがまたすごいですよね。そうですね、はいはい、ちょっとこうもうちょいピッと攻めたいなっていう。なんかこの太さもさすがだし、やっぱり前後異形というかその20-21っていう組み合わせももう本当にスーパーカーならではの、はい、そんな足回りになってます、うん、でリアもこの大きいサイズの。そうですね、はい、カーボンセラミックの銅板と、はいはい、でつい先日ご紹介させていただいたボルトフィーの同様、サイドブレーキ別なんですね、うん、そうです、はい、別体で黒いのが、うん、はい、なるほど。そして後ろに回っていくと、後ろもかなり SV 特徴的なんですよね。はい、特徴的です、はい、でどこから行きましょうかカーボン周り、はい、こっちと、まあ、この辺のデザインがもうそう、はい、ですね。あとリアディフューザー、はい、よりレーシーに。そう、はい、大きくなってますね。よりレーシーにというかもうレーシングカーですね。まあレーシングカーですからね、はいはい、言ってもこのディフューザー形状も、うん、これも下までずっとこう切り込みがつながってるんですね。そうなんですよ。これがね、はい、すごい長いんですよ。最近のってこうちょろっとこの辺だけとかって多いですけど、はい、もうずっとつながってるんですよ。ずっとつながってます。そしてマフラーなんかも、はい、標準のモデルだとこう大きいこう。そうですね、はい、まあ、それが今回まあちょっと車外のマフラー入ってるなんかもありますけど、はいはい、うん、さらにちょっとレーシーな、はいはい、あとは特徴的なリアウィングですね。はい、このドライカーボンですかね、うん、はい、ドライカーボンです。でこのここも全部カーボンっていう。そうです。はあ、うん、こうデザインがずっとつながってる感じですね。はい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 、ここからずっと。あの裏間のペルフォルマンテで紹介させてもらった、うん、はい、なんか空気が出てきてとかっていう機能はついてないですね。そう、これはないです。ないんですね、うん、なるほど。この代わりこれ調整はできるんですか。調整できますね、はい、この効き具合を。そうですね、いやもう本当にもうまんまレーシングカーですね、うん、はい、そのまんまです。これナンバーついてるのが不思議なぐらい。そうですね、はい、ちょっと思いっきりレーシングカーで、はい、でテールランプも、はい、これ Y、うん、Y なんですか。なんかこれちょっと特徴的じゃないですか。特徴的ですね。ライトもこう入ってたりとか、はい、室内のこうインテリアにもそうです。ちょいちょいこの使われてますよね。そうですね、はい、それがテールランプにも3連で入ってたりとか、うん、はい、はい、共通したデザインですね。そしてエンジンフードはもうなんか昆虫みたいな、はい、はい、
ここも漏れなくカーボン、ここまで入れると4段、うん、5段ぐらいありそうな、そうですね、でこうチラッとエンジンが見えるっていう V12、うん、かっこいいですね。これ雨の日乗れないですね。はい、ダメです、はい、乗る車じゃないです、乗る車じゃないですよ、はい、乗る車じゃないですけどもうなんかこうなついてないですね、なんかオームのとか。そうですね、全部ダイレクトなんです。そうです、そうです、うん、これ洗車とかどうすればいいんですか。え、どうするって、ああ水をかけていいのがダメなのか。基本ここはあんまかけないですね、僕ら洗うときも。拭くまでですか。そうです、上こうかけて、でこういうところをかけて、あとはもうほんと拭くだけですね。ですよね、もう一回つながっちゃってますもんね、はい、うん、バシャバシャかけることはないです。その代わりちょっと放熱性はやっぱり良さそうな。そうですね、はい、そんなデザイン。空気の抜けは、入りと抜けは当然相当いいと思います、はいはいはい、そうですよね、この辺も全部ダクトですから。そうです、はい、かなり考えられてるんじゃないでしょうか、うん、はい。で、ちょっと今回もこっち回っていいでしょうか。はい、はい、でこっち回っていくと、やっぱりちょっとスーパーカーといえば欠かせない急行、うん、よいしょ。意外や意外蓋がついてる。そう、蓋がついてるんですよこれ、はい、ランボルギーニかっこいいですよね。はい、そのか蓋はめちゃめちゃかっこいいですか、はい、アルミの削れ出しかなんかですか、ね、カバーとかじゃないんですね。あ、違うと思いますよ、こっち側もね、重たいし、そう、アルミになってるんで。でちょっとなんかフェラーリみたいにややこしい機能はついてない、はい、機構はついてないんですよ。ついてないです、普通ですね。これならなんとか僕でも給油できそうです。そうですね、はい、給油するあのタイミングはないと思いますけど ね、僕らには、はいはい、あ、納車の前ぐらいですかね。そうですね、はい、この辺もちゃんと六角形になってて。そうです、直線とこの六角形とこの Y がちょっとこう、うん、なんかいろいろモチーフになってますね。なってますよね、これはね、うん、そしたら中、内装を続いて見てみましょうか、はいはい、もうランボルギーニといえば、うん、この上に上がるドア、はいはい、ここにちょうどあるんですね。そうです、のがここを押してもらうと、うん、ロックが解除されて開くと。いやー、もうかっこいいっす、はい、そして内装はもうさすが SV だけあって、うん、全部カーボンなんです。全部カーボンです。もともとこのなんていうんですか、 ボディというかは全部カーボンなんですよね。そうです、はい、乗るところは、はいはい、そしてこのドアなんかも SV だとカーボン、カーボンです、はい、もう全部なんですね。全部です。ちょっとカーボンのプレートが入ってますとかじゃなくて、じゃないですね、もうドアのこの内張りが全部カーボンっていう、はいはい、そしてこの取っ手に至っては紐っていう、はい、割とこうドイツ車なんかでもこうスペシャルなこうレーシングモデルだとこう紐だったりしますよね、うん、そうですね、はい、そしてちゃんとこの紐もこうライムグリーンというべきか、はい、グリーンパールというべきか、うん、はい、ちゃんとボディカラーに合ってる。かっこいいですね、うん、そしてこの辺はあれですか、純正のアラームの、はい、そうです、はい、うん、設定のスイッチがついてたりとか、はいはい、感じでしょうか。そしてスカッフプレートにはこのアベンタドールのロゴが、はいはい、うん、ロゴもこうボディに習ってこうカクカクっとしたフォントで、はいはい、そして中はこれすごいです、はい、アルカンターラですよね。そう、アルカンターラですね、はい、でグリーンのステッチとパイピングと、そうです、はい、でここの部分がレザーになってますね。このグリーンの部分、緑のところがちょうどレザーになってます。そうです、はい、うん、もうなんか本当お手本ですね。本当ですね。で分かりやすい。そう、あとメーター周りのパイピングも入ってますし、はい、ステッチも入ってて、あとステアリング、これメーターフードもなんか SV 的な、うん、そうです、このカーボンの、はい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 、縁取りですね。縁でダッシュボードはこれ全部レザーとアルカンと、はいはい、でやっぱりこう反射を抑えるためにこう 上の側の面はアルカンなんですね。そうですね、はいはい、かっこいい、うん、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、はい、どうぞ。まず乗り方が分かりません。スーパーカーってこれ足入れるのが先なんでしたっけ。うわ、足入れるのが先です ね、はい、足入れて、うん、はい、よいしょ。うわうわ、めっちゃタイトです、はい、まず座高が高すぎて天井に頭がつくっていう、もう髪の毛が思いっきりついちゃうっていう、こんな感じです、うん、はい、天張りもかっこいいですね。天張りもすごいですねこれ、はい、全部アルカンと、はい、真ん中は普通のレザーです。レザーです、はいはい、でこのグリーンのパイピングと、うん、はい、そして運転席からの視界はこんな感じです、はいはい、めちゃ狭いです、はい、ねえ、はい、で助手席からの視界がめっちゃ広いですこれメーターフードが、まあ、ある関係もあって、そうですね、運転席からの視界はめちゃ狭い。そして、はい、ボンネットが何も見えません、はいはい、こうちょっとこうやって見るとかできないですね。できないですね、頭立っちゃいますね、はい、
何も見えないっていう。これはもうちょっと車幅感覚を覚えないと乗れない車です、ね、そうですね、はい、そして下がっていくとハンドルは、はい、意外にこうなんていうんですかレーシーな感じじゃないなと思ったんですけど 僕も思いましたですよね。あっさりしてますよね、はい、特にこの間ついこの間のポルトフィーノが、はいはい、いろんなもんついてました、はい、あれからするとなんかちょっとこう、うん、何にもついてないんだなっていう、すごく対極な感じしますよね。この辺はメーカーの考え方ですよね、はいはい、うん、ちょうど、マクラーレンなんかも何もない系じゃないですか、はい、何もない系ですね、はい、だから本当に運転のこのハンドル操作だけに集中するのか、うん、はい、まあ、ハンドル操作で全部集約するかの違いですよね。そうですね、はい、うん、ちょっと小径割と小径になってます、はい、そして D シェイプ若干 D シェイプで、うん、はい、このセンターマーキング入って、はい、はい、この辺の色気も、はい、うん、ステッチと、はい、握るところだけこれレザーなんですよ。そうです。でステアリングのこのスポークはピアノブラックで、うん、はい、で真ん中にはこのランボルギーニのエンブレムが、うん、はい、でパドルがなんかこれすごいことになってますけど、はい、こんな形のパドルありますね。これアルミかなんかの削り出しなんですか。そうだと思いますこれ、はい、金属の、はい、うん、はい、でこれなんと抜けてるっていうここが、そう、はい、でもそうですよ、車のデザインとすごく意識してますよね、造形をね、はいはい、意外にこう握りやすい、はい、ちょうどここが引っかかる感じになってて、うん、はい、そして上下もかなりあるので、はい、意外に操作しやすい感じですね。そうですね、はい、こんな感じで、うん、はい、でメーターは割と視認性が良さそうな大きめの、はいはい、でも全部フル液晶なんですね。そうです、アナログ一切ないんですよね。ないです、はい、ちょっとオンにしてみていいですか。はい、オンにするのがこの蓋いります、これ僕はいらないと思いますけど、はい、でもこの辺の色気もやっぱりさすがだなっていう、はい、ポチッと、はい、オンにすると、はい、これかけちゃった方がいいですかね。いや、それで出ますね、はい、あーすごい、なんかハンドルは全然シンプルなのにメーターめちゃめちゃレーシーですね、はい、すごい、このタコメーター、うん、はい、1万回転まで行ったら、はい、で、はい、なんていうんですか、いろんな情報を、はい、見やすくなってますよね。視認しやすいメーターからの情報。なるほど、分かりやすい。あ、確かに、はいはい、確かにメーター本当に必要なものがパッて見て分かる、うん、はい、ですね。レブとあとはこう、はい、設定で、はい、ああ、うん、なるほど、モード切り替えが、モード切り替えができる、はい、ここについてるんで。そうです、それで、うん、モード切り替え、こうメーターのなんか色が変わったりとかっていうのはないんですね、うん、ないですね。あ、なるほど、うん、いや意外に見やすい感じの、意外にっていうか、まあ、その視認性の高いのとかってやっぱりレースとかに直結するから、はい、やっぱりそこ譲りの、そうですね、はい、見やすい、なんとなくこうレーシングカーというか、はい、こうなんですかね、GT ポルシェでいうと GT3 RS のこうクラブレーサーだったりとかっていう風な感じのメーター、はいはい、ちょっと前で言うとよくスタックの液晶メーターみんなつけてたりとか、はいはいはい、そんなような視認性の良さっていうんですかね、はい、はい、後付けした感のある、確かに、はい、はい、メーターレイアウトというか、表示方法ですね。なるほど、うん、そしてなんかもうこの全部整列してるこのボタン類、はい、はい、すごいです、うん、この辺ライト周りですかね。そうです、はい、でこっちともう本当に衣装が似てる、はいはい、スイッチが全部このナビ周りもついてて、うん、はい、でこの辺がパワーウィンドウ関係ですか。あとフロントのリフターですね。あ、リフターついてるんですか。リフターついてます、はい、じゃあ結構、うん、はい、どこでも行けますね。意外といけると思いますね、はい、でハザードだったりバーンドだったり、はい、でこのモニターは今の車からするとちょっと若干、うん、小さいですね、はい、ちっちゃめですけど、はい、うん、まあ、スーパーカーにしては割と大きい方じゃないでしょうか。そうですね、視認性もいいですよね、はい、見やすい場所にあるんで、この辺もちょっとじゃあ動きを見てみましょうか、はい、あちょっとこれは言っていいのか悪いのかちょっとアウディを感じました。まんまアウディだと思います、はい、ですよね、はい、このインターフェースというか。そうですね、はい、逆に安心っちゃ安心です。ああ確かにそうですね、はい、言い方を変えればちょっと至る所こうアウディを、アウディが出てます、はい、逆にちょっと安心感も、はい、そうですね、使い勝手を考えたら、はい、これは最良だと思います、ね、ナビとかめっちゃいいじゃん。いや、いいと思います、すごくいいです。もう 表示の方法もそのままアウディなんで、はいはいはい、いや全然いいです、ね、いいです、はい。そしてこの辺がモード切り替えて、そうです、はい、スタートストップのボタンと、はい、はい、でこの辺も、うん、はい、一通り、はいはい、そしてパーキングと、そうです、バックと、バックと、はい、
マニュアル。マニュアルモード。はい、そして、ね、あの収納とかそういう発想はないんですね。はい。グローブボックスすらついてないんです。はい。はい、これはジュースも置けない感じですね。はい。はい、運転しろよと。運転に集中しなさいよっていう。そうですね、はい。そういうことなんですね。はい。はい、本当に何もないんですね。何もないですね。あ、後ろに若干ネットがあるんですね。うん、はい、あの置いとく程度だったら全然問題ないですけどね。まあ基本長距離乗る車じゃないんで、はい、そうですよね、はい、ちょっとしたバッグとかジャケットぐらいは、うん、まあ、後ろに、まあ、置けなくはないかな、かなみたいな感じですよね、うん、そしてリアの視界は、うん、えらいことになってます、うん、何も見えません、うん、はい、でも、あの、あ、でもそう、はい、そうすればそう確かにルームミラーから普通に、はい、普通にというか、まあ、最低限はあ、そう、はい、見えてるんですよね、このエンジンフードの隙間から、うん、はい、映ります、映ってるか、映ってます、うん、はい、なるほど、うん、そして飯川さんいいですか、なんすか、シートが、はい、このフルバケ、フルバケ、はい、いいですね、これいいんすけど、いいですね、はい、リクライニングとかそういう発想もないんですね、はい、一切ないですよ、そういうことも、全部これカーボンなんですね、そうシェルが、そうなんですよ、でクッションも、うん、なんかほとんどクッションの存在を感じないんですけど、そうですね、はい、ちょっと止まった方がいいですか、はい、クッションめっちゃ硬いんですね、めっちゃ硬いです、はい、もうなんかシェルにそのまま座ってますね、硬い、そうそうそう、硬いというか薄い、はい、うん、最近去年かなレカロで出た RMS とか言って、うーん、もうクッションこう貼り付けてあるだけの、うん、めちゃくちゃタイトなやつが出たんですよ、なんかそれに感覚似てるっすね、なんか本当にもうシェルに直接座ってる、ただこの横のこのタイトさはないですね、はい、割と幅はあるんで、そうなんですよね、はい、僕みたいなデブが座っても足は全然、うん、足もここも、はい、窮屈さはないです、僕的にはもうちょっとサイドのさ、あのこうタイト感が欲しいですね、あ、こうグッと押さえてもらう感じ、そうですね、はい、うん、ただその辺の調整はフルバケなんで一切できない、そういうことです、はい、だこれはちょっとこう合う合わないあるかもしれないですね、そうですね、うん、いやでも本当にレーシーさは、はい、で全部手動ですよね、はい、もちろんで、これ調整もできないんですよね、調整ができないです、固定なんですよ、あのその高さとかその角度、はい、うん、何段階かね、3段階ずつとかってできる、はい、あのネジ止めで結構ありますよ、ね、あります、はい、なんですけど、これに関しては完全な固定です、はい、え、っていうか今気づいたんですけど、これフロアもこれ全部むき出しで全部カーボンなんですね、はい、今更気がついたんですか、はい、今更気がつきましたそしてだってこのフロアもだってこの、はい、なんていうんですか、アルミなんですかこれ、なんですか、あ、これがね、はい、そう、レーシングもうレーシングカーなんですよ、だからなんかもう、はい、一通り一応装備はつけましたけどっていうレーシングカーですね、そうなんです、はあ、だってこれフットレストもだってもう金属のむき出しじゃないですか、そうです、そうです、へ、はい、気をつけないと滑りますよ、いやでも一応ザラザラになってます、なってました、なってます、はい、はあ、うん、なんかそうだよね、ちょっと改めて見てもシートの調整本当にできないから、これはちょっと、はい、ね、はい、って僕は思います、人それぞれなんで何とも言わないですけど、そう、そして下見で、うん、ちょっとこれはあんまりこれも言うと怒られちゃうんですよいやいや、めちゃくちゃこうタイトなシートなのにシートベルトがまさかのこれっていう、そうなんだよね、はい、どこでだって言ってもさ、はい、これはでもさ、はい、なんかこうアンカーボルト打てるところもないしさ、これ4点とかつけられないんですかね、つけられるけどどっか加工しなきゃダメだよね、でもカーボンだからさ、確かに穴開けてさアンカー打つってわけにいかないじゃん、つけるとすればいいじゃないですか、このシートのサイドからでしょ、はい、サイドからじゃないですか、でも普通4点つったら後ろから引っ張らないとダメじゃない、そうですね、うん、こっちを肩、でも車的にはちょっと4点が必要だなっていう、いや必要だよね、なんかオプションであったりするのかな、ないよな、オプションなんかじゃはい、はい、もうただの僕と土方さんの日常に、うん、はい、そうですね、でもちょっとそれぐらい思わせるような、ちょっと4点のシートベルトと、もう何だったらヘルメットとグローブが必要な車だなっていうぐらいですね、っていうか何だったら僕あの、はい、走りたいです、ヘルメットかぶって、そうですね、グローブして、はいはい、ちょっとこれは本当に振り切れちゃってていいですよね、はい、いいと思います、なんか中途半端な感じがないです、はいはい、さすがって感じです、ね、さすがですね、もうまんまレーシングカーです、うん、はい、はい、あ、この辺な、え、なんかついてるんですかこれ、 CD 入るんですか、いや、はい、CD は入りますよ、あ、そうなんですね、そうだってメディアが一応あるんで、あ、はい、あとこっちにも、はい、すっごく小さい小物入れがあります、あ、そうなんですね、はい、え、じゃあ最低限は、はいはい、そんな快適装備も、はい、なくはない、そうです、いや、これはちょっと、うん、あの SVJ もしかしたら乗ってる方があの見てたら大変申し訳ないですけど、うん、これはちょっと長距離僕はきついです、
ついですね、はい、元々でもそういう車じゃないですよね。いやいや全然そういう車じゃないです、はい、だから長距離を走る前提じゃないんで、はい、何百キロこう走って遠くにこう旅行に行くとかっていう車っていうよりかはじゃないです。やっぱりこれで非日常を、はいはいはい、楽しむ。なんだったら、はい、あのライセンス持ってる人がレース出るんじゃなくて、はい、こうサーキットにこう、はい、ただ自分のライセンスでこう、はい、遊びに行く程度の感じでも、はい、そんな感覚もありつつ、ね、なんかこうゴルフ行ったりとか旅行行ったりっていう車ではないですね。いや全然完全に割り切ったレーシングカーです、ね、あそうです、はいはい、そう思っていただかないと、はい、そうするとなんかこのシートもなんかこの硬いフロアも全部正解の気がします、はいはい、でバイザーとか一応、はい、ちっちゃいちっちゃいね、ちっちゃいね、はい、あのアストンに次ぐ小ささです、はいはい、でもいやでもすごいですよ。ピラーとかも全部ある感だし、うん、高級感はやっぱり、はい、さすがランボルギーニって感じですね、はい、いやだ普通に乗ろうと思う人はいないんでしょうけど、はい、乗ろうと思って乗れない車ではないんですよ。ああそうですね、はいはい、言ってしまえばもうタイトめっちゃタイめっちゃタイトだねこれでしょ。これ締めるのはやっぱりここ持つのが正解なんですか。いや、もうボディメタってですか。いやいや、こっちこうやって普通にここ持ってもらう。あ、そこ、はい、あ、こっち向きでも引っかかるようにこうなってんすね。なってます、なってます、はい。なんか嫌じゃないですか、こうベタって触るのが。そうなんです、だから締めるとき、あ、もうこのままこうやって。あ、そういうことなんですね、うん。いやもう非日常すぎてやばいですからねはあ、もう大体見ないですからね。そうそうですね、はい、そうそう見かける車じゃないんで。そして意外意外、これステッカーとなんすね。これそう、これステッカーです。なるほど。あとこちらリボン、はい、これど2個どうなのちょっと微妙ですかね。でもなんか この車だとなんか これぐらい主張しても、うん、はい、許されるというか。そうですね、はい。これトランクどうやって開けるんですか。これは運転席に、あ、運転席の足元で、はい、一般的な車のボンネットの開け方と一緒です。うわ、うん、あ、ボンネットもなんかこうとかじゃなくて、こうなんですね。前にすり出し、そうなんですよ。ここのアームちょっと、はい、わわわわわ、うん、え、こんな90度近く上がるんですね、うん、なんか怖くないですか、刺さりそうで、はい、そうなんですよ、ね、さっきこれ見たんですけど、ここのクリアランスもそうだし、ワイパーのクリアランスもちょっと心配になっちゃうぐらい怖いよね、はい、ドキドキギリギリで作ってあるんですね。 そして容量はないですけど、うん、めっちゃ深いですね。深いです。はちょっとバッグ2つぐらいならいけちゃう感じ、ね、うん、全然入りますね、はい。でこの辺がシガー、 12V シガーありますね、はい、で充電のこれここに出してあるんですね、うん、はい、そうです。なるほど。これ車外ですけどね、はいはいはい、ついてます、はい。これ入ってます。あ、それパンク修理キット。パンク修理キット、はい、はい、通り入ってます。出ました、はい、手袋、はい、わー、やっぱりこの軍手のフェラーリなのか、はい、革の手袋をランボルギーニなのか、やっぱりその辺も個性出ますね、メーカー。かっこいいよね、はい、革。じゃあちょっと記念にいただいていく感じでひどいこと言いますね、はい、かっこいいです。いや、これ割とレザーもいいレザーを、うん、なんか普通になんかドライビンググローブに見えちゃうぐらいなクオリティです。作業にはもったいない。確かに作業にそれつけるのもったいない、ね、もったいないよね、ボロボロにしちゃうのが。しかも白っていう。そう、はい、黒ならまだしもなんかやっぱりさすがなんかちょっとこうイタリアのこう色気ですね。はい、そうですね、なんかそういうの感じられますね。続いてエンジンルームちょっと見てみたいと思います。エンジンルームはこれはどこから開けるんですか。ここに、その後ろなんですね。そうなんですよ、このレバーで。わわわわわわわ、はあ、え、これ全部カーボンですか。そうですね。あ、全部カーボン、全部カーボンですね。へえ。そしてなんかダンパーもちょっとかっこいいって、うん、ね、ここにちょっとカバーがついてる、はい、これカバーかな。カバーなんですか。あ、違う、ダンパー自体にしてんのかな。ダンパーがちゃんとちょっとメッキっぽくなってる、はい、うん、なってましたね。でエンジンが、ちょっと待ってください、 6.5 リッター、はい、V12、 V12 なんと NA っていう。そうです、はい、なんか最近もこう NA がなくなるなくなる、はい、言われてるじゃないですか、はいはい、
もうランボはもうしっかりトップグレードに NA をまだ持ってきてるって、うん、そうですね、はいはい、まあ、でもさすがに次にはなくなるんじゃないかなって言われてるんですか。言われてますね、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はいはい、メーカーの総製、はい、生産台数のうちのとかいろんなこうものがあるので、はいはい、なんとも言いようがないんですけどね、はい、なんかあのボンド的にはやっぱりこういう NA の大排気量を残してほしいなってい う, う、ね、はいはい、やっぱりこれはもうこれじゃないと味わえないこう味というか、そうなんですよ、ありますからね。うん、でなんとここから絞り出される馬力が750馬力、うん、すごい、はい、750馬力です。怖いよ本当に。しかも0100 2.8秒、そうです 2.8秒です、はい、今まで結構紹介してきて 3.何秒、めちゃくちゃ速いですとか言ってたのに、もうついに3秒台を切るっていう、そう、はい、なんかあのめちゃくちゃ速いって言われてるテスラの P100 でしたっけ、あ、はい、モデル S、うん、あれが 2.5 秒ぐらいなんです。そうですそうです、はい、うん、で加速で言うと、うん、もううってこう苦しくなるぐらい、うん、はい、なんか噂じゃこう車のシートにこう、うん、iPhone こう押さえててこう加速してこう手離すと、もう加速 G でこうシートに iPhone がこう張り付いたままになるらしいですよ。でそれ波の加速をするっていう。そうですよね。いやもう3秒台でも強烈に速いんで3秒切るってやばいですよね。いややばいですね、はいはい、ワープですよね、はい、もはや、はいはい、だからもう行動でこれが必要か必要じゃないかとか、そういうのはもう愚問ですよ。そう、はい、もうロマンを考えない、はい、もうロマンですよね。そうです、結局だから四駆じゃないと無理だよね。ああまあそうですよね、そういう意味ではね、はい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 、でその四駆もなんかちょっとアウディ譲りのなんかこうが入ってるんですよね、はいはい、40対60ぐらいなんでしたっけ。そうです、そうですよね、はい、うん、だから結構こう頭のいい四駆で、うん、はい、750馬力をしっかり受け止めて受け止める、はい、はあ、素晴らしいですね。そしてもうエンジンルームだって足回りがだってプッシュロットですもん、ね、そうです、はいはい、市販車でこれあります？ねえ、はあ、まあ、要はこう足回りでこう棒を押してこうグイグイってこうサスペンションを押す、そうですね、へえですもんね。いやへえですよね。なんでこういう足回りなのかなってさっき、はい、あの下見してる時もね、カメラマンさんとも喋ってて、はい、スペースがないのかなって、まあ、それだけフラットになってるし、いっぱいいっぱいのエンジンもあったりとか、はい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 、そうですよね、エンジンもあって、はい、ミッションもあって、なおかつこう駅間にも通っててだから、そうですね、そう考えるとやっぱり、うん、まあ、スペース的な問題が一つと、うん、あともしかしたら駅間にの脇をこう、そう、サスペンションが通ることになるんで、もうあるでしょうね。あとはこう足回りちょっとこう、まあ、サーキット寄りの話になっちゃいますけど、はい、足回りのアームって、はい、あのレバー比が関係してくるんで、はい、アームがある程度長い方がパワー受け止めやすいっていう、多分カメラマンさんは熟知してると思うんですけど、はい、まあ、僕も素人ながらにちょっとだけこうレースやってたりして、はい、そういう時にこうレバー比を、はいはい、いろいろこう稼ぐ、はい、動かしやすい足にするために、はい、アームをなるべく長くしたい、はい、だ F1 とかこうそうですそうです、ね、はい、そうなんですよ、付け根をこう持つ、そう、で冷凍が硬くてもちゃんと動いてくれるっていう、はいはい、まあまさにレーシングスペック、もうレーシングカーですね。レーシングカーですね、乗用車じゃないですね。違いますね、もはや、はい、そう思っちゃいけないですね。でもなんかところどころにこう色気が残ってるのがすごいですよね、さすがですよね。さすが、なんか 見せる演出的な部分ってこう絶対忘れないじゃないですか。忘れないですね、はい、まあ、イタリアのメーカーその辺はすごく、ね、なんかもうこの辺を六角形にしてるところとか、ね、なんかキャップ類をこういちいちおしゃれにしてるところとか、そうですね、はい、全てがこうつながってるというか、かっこいいね、かっこいいですよ本当。あの毎回言ってるんですけど、モテますね、うん、ね、車好き女子だったらモテますね。モテますか。車好きじゃない女子にはちょっとこう怒られちゃうかもしれないです聞いちゃいますね、ちょっとね、はい、車好きじゃない女子だと、はい、椅子で多分まず怒られます、ね、椅子が硬すぎて多分まず怒られます。いやこれはちょっとこう見るだけで、はい、目の保養になる、うん、はい、エンジンルームです、はい、ですね、素晴らしいですね、うん、はい、ちょっとじゃあマフラーの音を聞いてみたいと思います。お願いします。
とうございます。ちなみに今ので2000回転です、はい、もう普通になんか富士スピードウェイのピットです、はい、じゃあ続いてちょっとテント周りも見てみたいと思います。はい、スモールがもうなんか大方の予想通りここが光る感じですね。そしてロービームがプロジェクターが光る感じでしょうか。そしてハイビームはそのまま上に持ち上がる感じですね、はい、あとはウインカーがそれぞれ内側でしょうか、はい、内側のこのつぶつぶが、はい、光る感じですね。続いてちょっとリアも見てみたいと思います。あ、リアもなんか前に習ってこの Y のはこのチューブが光る感じですかね、はい、でブレーキはそれがそのまま明るくなる感じで、ハイマウントが一応ここにある感じです。あ、バックがこの内側が光る感じです。そしてウインカーはこの3つが光ってますね。あ、バックフォーク、ちょうどバックの隣が光る感じです。ありがとうございます。ちょっと詳しい方いったらいろいろ教えていただけると、はいはい、助かります。助かります、はい、そして毎回ちょっと聞いてるんですけど、はい、これもうなんかいじんなくていい気もしますけど、いや、いじんなくてもいいですけどね。ただやっぱりうちその、はい、ここにも、はい、もういじったの置いてありますから、はいはい、でもあの SV という車は、はい、SVJ も含めて台数少ないですけど、はい、少ないなりにうちのお客様結構いじっていただいてて、そうなんですよね。そうなんですよ、はい、なんでアルミホイールは定番で入れていただいています。改めて考えるととんでもないことしてますね。そうなんですよ、はい、でもまあ、普通のクーペで500台し、あ、600台600台しかない600台しかない車をで、ロードスターで500台あー、なるほど、はい、しかないお車ですから。それ日本でじゃないですよね、世界限定で。そうです、世界限定600台500台しかないっていう。そうです、はいはい、けどボンドスタイル的にはいじっちゃうっていう、うん、いじっちゃいます、はいはい、もしするとすればタイホイール、はいはい、もう当然ですね、はいはい、バチンと。あとローダウンもできるんですよね。ローダウンできますよ、はい、なんかアームをその変えて、うん、はい、そうです、車高を下げたり。そうです、はい、うん、まあ、あとはやっぱりプロテクションでしょうか。プロテクションはした方がいいですね、はい、今回貼ってないんですよね。はい、これ貼ってないと思います、はい、うん、やっぱりちょっと貴重なお車ですから。そうなんですよ、早めに貼っていただいて、はい、まあ、傷を守っていただく。そうです、はい、うん、でこの辺貼ってあっても貼れちゃうんですよね。そのまま貼れますんで、はい、はい、なんでその辺がおすすめでございます。はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアベンタドール SV をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。疲れちゃうから乗らないんだよね、結局デカすぎて。ちょっとこう良い所感ありますよね、はい、ちょっとそこまでって乗る車じゃないですよね、はい、ちょっと後半ドライブですよ、はい、やだいぶ盛り上がる。なんかちょっと気合い入れてよーし乗るぞって感じじゃないとちょっと乗れない、はい、いやでもすごいですよこれは。もうだって軽く不動産じゃないですか価格が。でちょっとやっぱりスーパーカーとかってちょっとこうなんていうんですか、資産価値があるのも魅力じゃないですか。確かにね、はい、そのあたりで言うともう持ってこいですよね。そう、はい、まあ一番の、はい、もう増えないし、そう、はい、価格下がらないし、はい、ただちょっとハードルがやっぱり高い高い。本当に土方さんがさっき言うようにもうセカンドカーじゃないですもん、サードカーですよね本当に。だからちっちゃい車と高級車ともう1台じゃスペシャル。あのだから言ってしまうと、あの持ってる人とか買える人、買える人っていうか所有できる人って、例えばクルーザーも持ってて別荘も持ってて、全部こう終わっていて、なんかこう、はい、あ、こんなのもいいんじゃないかっていう最終選択肢みたいな、はい、もうどっちかというと飾っとく方が。そう、はい、あとはあれだよね、あのイベントに行く、あ、そうですね、そうですね、時ぐらい、はいはい、僕のお客さんでフェラーリ持ってる人はフェラーリなんで買ったんですかって言ったら、そのクルーザー乗り行くそのマリーナに乗っていきたい車がフェラーリなんですけど、それだけ乗り、別にどこ行きたいわけじゃない、うんうん、そういう選択の仕方もある。趣味性の強いというか、もう趣味性のもう究極のところに。そうです、そうです、はあ、そうなっちゃうんでしょうね。これはでもいいですよ、うん、はい、ちょっとハードルが高すぎるですけど僕には、ね、でも究極のスーパーカーの中の究極だもんね。いや本当っすよね、うん、そして SV と S で全然こんな違うんですね。全然違います、うん、いやなんか僕知ってる限りはちょっとエアロとかウィングがちょっと違うかなぐらいに思ってたんですけど、いや全く違いますね、はあ、本当買っちゃおう。うんってうなずいてるけど、なかなかね、はい、こう叶わない夢ですけど、はい、こう自分の車でさっきも言ったようにヘルメットかぶって普通にグローブして、はい、さっきと走る、確かに確かに、ゆっくりでもいいから、どんな風に走ってくれるのか、うん、乗ってみたいです。
350キロでしたっけ最高速。アメリカのなんかテストじゃなんか380キロ出たとか出ないとからしいですよ。もうだから ロマン。昔なんだっけな、カウンタックだっけな、ディアブロだっけな、乗ってる結構そのテレビとかにも出てる獣医さんがいたんですけど、その人が言ってたのは、そのなんでこんなすごい車、そのめちゃくちゃ仕事が忙しいんですよ獣医で。で乗ってる暇ないのになんでこんな車買ったんですかって聞いたら、なんだっけな、1時間で300キロ先まで行けるからですみたいな。でなんだったらもう300キロどころかあの世まで連れてってくれるんで僕はこれを買いましたって、さすがだなと思って言ってみたい。だそれぐらいなんかこうロマンが詰まってる、うん、だからもうなんかな何をやっても許されますよね。だからもう SV のこのステッカーも僕らはさっき派手すぎじゃねえとか言っても言ったっすけど、いやもうランボルギーニですからっていう、はい、そうだよね、はい、これで終わるよ。いやランボですから、はい、SV ですから、うん、もうなんかそれで全てこう許されるみたいな。かっこつけすぎでしょって言っても、いやいやそういう車ですよ、そういう車なんです。